はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。皆さん人生まだまだ長いなーっていう風に油断してませんか？そんな方にとってはこの動画は少しショッキングかもしれません。ということで今回は人生の折り返しは17歳であることを数学的に証明していきます。あれ、人生100年時代、100歳まで生きるとしたら人生の折り返しは50歳じゃないの？そういう風に思うかもしれませんが、考えてみてください。年を取るにつれて1年があっという間に過ぎていくように感じませんか？10歳の時の1年と今の1年を比べてもらえば容易にね、イメージできると思います。そういった心理的な条件も考慮すると、実は体感で言うと人生の折り返しは50歳ではなく17歳なんです。今回はそのことを簡単な計算で示して、そしてなぜ年を取ると時間があっという間に過ぎるように感じるのかの理由、そしてその対処法についても説明していくので、ぜひ最後まで見てください。それでは初めに、計算をするにあたって人間が年を取ったらどのようにね、時間があっという間に過ぎるように感じていくのか、そのね、条件をしっかりと与えてあげないと計算できませんよね。ということで、ここでね、有名なジャネーの法則っていうものを考えます。ジャネーの法則っていうのは、ズバリ心理的な時間の長さは年齢に反比例すると。だから例えば10歳の時の1年間と20歳の時の1年間を比べたら年齢は2倍になっている。ということは年齢に反比例するわけだから、進む時間の速度っていうのは2分の1倍割る2年、2分の1倍に感じると。そういうジャネーの法則っていうね、まあ有名な法則があるんですね。これをもとに体感のね、時間っていうのを考えていきましょう。まあこのね、心理的な時間の長さと年齢は反比例するので、まあ簡単に言うと y イコール x 分の1のグラフですよ。 y イコール x 分の1のグラフはこのようになるんですけど、横軸の x が年齢ですね、かっこ歳とね、1歳2歳3歳っていう風に進んでいくわけで、こっちの y の方は1年間ね、時間の長さ、まあどれだけね、早く進むかの指標という風に考えてください。なので例えば1歳の時の時間の長さっていうのが1だとすると、2歳の時は時間のね、進みが2倍になるから長さとしては2分の1になると。じゃあ3歳の時はって言ったら、時間がね、早く過ぎ去って3倍の速さで過ぎ去っていくから、3分の1のね、長さに感じると。こういった関係がこのグラフから読み取れるわけですね。ただ、この y イコール x 分の1で考えると、1個欠陥があって、それが0歳の時のね、時間が定義できないと。まあ無限大にね、発散しちゃって、まあ時間が無限に長くなっちゃうと。これに対処するために、一旦ね、0歳を省いていきたい。だから、まあ0歳からだいたい3歳までの頃って記憶にないじゃないですか。なので、まあだいたい記憶がね、出始めてくる3歳の頃から、この3歳以降の部分だけについて、まあ、考えていきましょうと。まあ、今回ね、そういう過程を付け加えてあります。なので、今回ね、3歳以降の部分を拡大してグラフを書き直してあげると、この3歳より右側のことを考えればよくて、で今回ね、人生100年時代、100歳まで生きると仮定してあげましょう。この3歳から100歳までの間で、どれだけのね、時間の長さ、体感の時間の長さがどれぐらいかというと、それって、ここの青い部分の面積に等しいですよね。3歳から100歳までの、まあ、このね、x 分の1のグラフの下側と。この面積をどういうふうに求めてあげればいいかっていうと、まあこれはね、数学、高校数学ね、学んでる方は簡単かと思います。まあ積分で、x 分の1を3から100まで積分してあげると、で、この計算は、まあ数三の範囲になるので、詳細は省くんですけど、ログの e の3分の100みたいな値になって、まあこれを計算してあげると、3.50…と、まあこういう風になるわけです。なので、このね、青い部分の面積は 3.50 っていうことがわかるんですけど、じゃあ次に、3歳から50歳まで。3歳から50歳までの体感の長さはどれぐらいになるんだろうっていうことも計算してみましょう。すると、まあ、これはね、3から50まで、ね、積分してあげればいいわけですね。x 分の1を3から50まで積分してあげると、まあ、計算は省くんだけど、ログ e の3分の50っていうふうになって、これを計算すると、2.81…と。3から50歳の体感としては 2.81…分だけね、の長さっていう風に感じるんで、じゃあそれっていうのは100歳までの人生と比べたら何割に相当するのって言ったら 2.81…割る 3.50…と、まあ、計算してあげると 0.8、
実に50歳のね方はもう人生の体感の 80% がもう過ぎ去ってますよっていうことがわかるんですよ。なので、まあ、このジャネの法則にのっとって計算すると、まあ、50歳あれ人生折り返したなっていうタイミングに見せかけて体感ではもう 80% ね、時間がもう過ぎ去ってますよっていうことなんですよね。まあ、かなり怖い話ではありますね。じゃあ今回の本題、どの時点で人生の体感での折り返し点になるのかっていう話なんですけど、それはこの3歳から X 歳、ここの部分の面積が青の部分の面積の半分になる、そういう X を求めてあげればいいわけですよね。まあ、この3から X まで X 分の1を積分してあげればいいので、まあ、ログ E の3分の X っていうのがこの黄色の面積になるんですけど、これがこの青の部分、ログ E の3分の100の半分になる、そういった X を求めてあげましょうっていう話なんですね。まあ、これね、計算は省くんですけど、解いてあげると X っていうのは10ルート3、まあ、すなわち 17.33 になるんです。ということで、まあ、17歳ちょい、だから17歳のうちに人生のね折り返し点が来てしまうというわけなんですね。だからもう17歳の方、実はねもう100年ね生きるとしても人生の体感の折り返し点に来てるというわけなんです。そう考えるとかなりねゾッとしますよね。まあ本当にね一日一日ちゃんと大切に生きなきゃなっていうふうにね感じてもらえると思うんですけど、ここで年を取ると1年がねあっという間に過ぎていく、その理由について考えてみましょう。実はその理由として有力なのは、人間は年を取ると経験を積むので新しいものっていうのがなくなるわけですね。まあ、ちっちゃい頃っていうのは全てが新しいので、もう毎日が刺激的なんですよ。いろんなものを吸収して新しいことに対する刺激っていうのが毎日あるから、要は1年間で受ける刺激っていうのがかなり多いんですね。一方で年を取ってくると、もう大体もう経験済みのものばっかり、もうマンネリ化してきて新しい刺激が少なくなる。だから1年に受ける刺激っていうのが少ないから、結果的にあっという間にね1年が終わっちゃうっていうことなんですね。とすると、体感の時間を遅めるためには新しいことにいろいろ挑戦してみるね、新しい世界に触れてみる、そういったことを意識することによって、このねジャネの法則ね、年齢に反比例するっていうね法則から外れることができるんですね。なのでね、皆さんぜひいろんなことにね挑戦していってほしいなというふうに思います。まあ、今後もねこういった動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画出してほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。